元ベラトールライト級王者パトリッキー・ピットブル38ブラジルが6日自身の X を更新。元ライジン・フェザー級王者クレベル小池34イコール盆栽柔術の写真で投稿し、僕は 66kg に落とすから僕とリングの上で決着つけましょう。と宣戦布告をした。フォト動画、対戦要求するパトリッキーとパトリッキーがクレベルを突き飛ばす瞬間。 ことの発端は昨年7月に行われた超雷神2で鈴木千尋、25イコール日本、とパトリシオ・ピットブル、37ブラジル、との試合で鈴木が 1R 衝撃 KO を収めたところから始まった。リングサイドで試合を観戦していたクレベルは立ち上がって喜びを爆発させ、私めっちゃ嬉しいね、だって最後の試合で千尋に自分は勝ちました。間違いない。 自分がまだチャンピオンだよと興奮気味に語っていた。その後、パトリシオの兄であるパトリッキーがリングサイドで観戦していたクレベルのもとへ近寄り、激しい言い合いになりパトリッキーがクレベルを力強く突き飛ばしていた。その後、因縁が生まれ控え室でも両陣営が乱闘騒ぎを起こしていた。そして今年6月に行われた、ライジーン47。 クレベルは元雷神バンタム級王者であるフアン・アーチュレッタ、36イコールアメリカ、と対戦し、1R 1本勝ちを収め、クレベルは勝利者マイクで現雷神フェザー級王者、鈴木千尋、25イコール日本、に対戦要求をしており、千尋、あなたは私から逃げてる。いつ戦うとタイトルマッチを要求していた。それに対し、鈴木もクレベルのそばに近寄り、いつでもできる。 いつでもと対戦要求を承諾していた。先月28日に行われた超雷神3の休憩中にリング上に鈴木が上がりパトリシオと雷神、ベラトール両方のベルトをかけて戦いたいと挑戦者にパトリシオを指名していた。これを受けてクレベルは自身の X にて、前に私と戦うと言った。でも彼は私から逃げた。彼は全然男じゃないなと怒りをあらわにしていた。 そして6日パトリッキーがクレベルに宣戦布告をした。投稿の最後には、男なら逃げないでしょう。と来人公式 X をメンションしアピールをした。これに対しファンからは、これは見たい。サトシの敵討ち。これは燃えるやろ。クレベルはもうタイトル行かせてやれ。パトリッキーはライト級で見たい。などと賛否両論の声が多く上がっている。 もしこのカードが実現すれば因縁がある者同士のとても面白いカードとなる。パトリッキーはもともとライト級であるがフェザー級に落とし rein 参戦を果たすのかが非常に楽しみにされている。